岡山ネクスト。ファジアーノ・岡山ネクストは、かつて存在した、サッカークラブ。日本プロサッカーリーグに加盟するファジアーノ・岡山 FC のセカンドチームであった。通称ネクス・ファジ。ファジアーノ・岡山が、J リーグへ加盟した2009年、公式戦での出場機会が少ない選手や故障者らに、試合経験を積ませ、戦力強化を図るために、 同年2月1日に結成された。2009年2月22日の岡山県社会人、サッカー連盟の総会で特例として2009年より、県リーグ一部からの参加が認められた。また、J リーグに出場できる選手の育成と合わせて3年以内の、日本フットボールリーグ参加を目標としていた。2009年、岡山県一部リーグで、全勝優勝。 中国地域圏リーグ決勝大会も優勝し、2010年から中国サッカーリーグへ昇格。2011年、天皇杯全日本サッカー選手権大会に初出場。2012年、第48回全国社会人サッカー選手権大会で3位に入賞。第36回全国地域サッカーリーグ決勝大会は決勝ラウンド4位に終わった。 2013年、中国リーグで、初優勝。第49回全国社会人、サッカー選手権大会は1回戦敗退。第37回全国地域、サッカーリーグ決勝大会で準優勝した。12月4日の JFL 理事会で JFL への入会が承認された。2016年6月24日、本シーズン終了をもって、 活動を終えるとともに JFL に大会届を提出し7月25日に JFL 理事会で大会が承認された。逆起について中国リーグ時代。ありがとうございます。